はい、ライフナビゲーターの桑田和子です。今日もまた少し、ライブ配信をしていきます。今日はですね、映画、今ロードショー中の映画ロケットマンの話をね、少ししようと思います。これエルトン・ジョンというね、アーティストの方のお話なんですけど、伝記っていうよりもミュージカルファンタジーっていう感じでした。で、皆さんエルトン・ジョンはご存知ですか？私ね、名前はもちろん知ってるし、曲もなんとなく知ってるんですけど、そんなにあんまり詳しくなくって、で、あんまり何の前知識もなく見に行ってきたんですよ。たまたま、最近よく映画行ってるんで、予告編あるじゃないですか。で、予告編を見て、あ、面白そうだなと思って、ミュージカルも好きなんで行ってきたんですけれども、このエルトン・ジョンという方ね、現在72歳なんですって。ちょっと今ウィキペディアで調べてるんですけど、1947年3月25日生まれということで、ということはお羊座かな、なんですが、すごい流行ってたのは1970年代から1969年にソロデビューっていうことで、その後1970年代にすごいヒットして、で、大スターになって、もう売り上げももう世界でもう最も売れた、売り上げを上げたアーティストの中に入るような方なんですよね。ですから私もこう曲は聞いたことあったりとかするんだけど、どんな人なのかって本当によく分かってなくて、北の国の方の何でしょうか。そうなんですが、80年代ぐらいになって、こうちょっと薬物依存とか、そういういろいろ依存症の問題があって、更生施設に入ったりして、その後また復活して、今もこう活躍されているっていうことらしいです。1990年にそういう治療のため入院ってありますね。で、この映画の中では、その前半ですね、子供時代から、もう 大スターになって、あ、小雪さんはエルトン・ジョン好きなんですね。そうなんです。私本当によく分かってなくて見に行って、で、こんな衣装を着て歌ってたんですかこの方、みたいな感じでちょっとびっくりしたんですけど、今回はね、そのロケットマンという、タイトルの映画で、この監督がデクスター・フレッチャーという方です、ね、でして、ボヘミアン・ラプソって言って、去年すごい流行りましたよね、ボヘミアン・ラプソディ。これはクイーンのフレディ・マーキュリーのちょっと自伝という感じの映画で、歌もいっぱいあってミュージカル的なところもあったんですけど、で、この映画のそのボヘミアン・ラプソディは結構こう制作難航して、最後の最後クランプアップ2週間前に監督が辞めるというかクビになったのかな。で、その後任にこの今回のロケットマンを監督したデクスター・フレッチャーっていう方が後任の監督となって、最後の撮影をして仕上げをやって世に送り出したっていうことなんですね。で、同じ監督だって最初、それだけしか知らなかったんですけど、結構違う感じですね。同じすごい大スターをモデルにした、大ロックスターをモデルにした映画なんですけど、本当このロケットマンはファンタジーミュージカルファンタジーみたいな感じでした。だからドラマとしては、私はボヘミアン・ラプソディの方がすごいドラマとしてはすごいな、心に響くところあったんですけど、なかなか楽しかったですね。衣装というのか、だから当時の衣装とかを再現してたりとかするので、ファッションを見るだけで面白いっていう感じ。なんでこれみたいな、今の感覚からしたらなんでこれみたいな感じなんですけど、なかなかすごかったですね。でね、この主演
を、エルトン・ジョン役をやってる方がタロン・エガートンっていうあの俳優さんで、キングスマンって知ってます？キングスマンとかキングスマン2とかやってたりとか、あとアニメのシングっていうやつでゴリラの少年役をやって、やっぱりすごい歌が上手い人で、エルトン・ジョン本人がこの人がいいみたいな、もうお墨付きだったみたいですね。でこちらの映画は、今回の映画は制作にエルトン・ジョン本人が、エルトン・ジョンさんご本人が制作総指揮みたいなところに入っているので、なんでしょうね、まあ、あのフレディ・マーキュリーさんはもう亡くなっているじゃないですか。でエルトン・ジョンさんご本人はもう何でもこう自分のいいところも悪いところも全部もう好きにやってくれって言われたそうなんですけど、なんだろうな、いやなんかやっぱり楽しい、いや結構まあ辛い部分もいっぱい出してるんだけど、なんかこう魂の叫び的なやつはボヘミアン・ラプソディの方があったかなっていう感じはします。いや歌めっちゃうまいですね、その、タロン・エガートンさん、この役をやった人めっちゃうまかったですね。でね、まあ、私あの構造心理学をやっていてコンサルもやっているので、ついついそういう視点でこう映画を見てしまうんですけれども、まあ、これから見る方もいらっしゃると思うんであんまりネタバレはしないように話そうと思うんですが、やっぱりこう子供の頃とかに受けた、なんていうのかな、まあ、受けたというかその環境ですね、子供の頃に育った環境とか、まあ、親から受けたものを自分がどういうふうに捉えるかっていうことによって、まあ、愛されてるとかね、愛されていないとかっていうのが、こう世界観が、世界をどう見るかが自分の世界観になっていくわけなんですけど、まあ、子供時代ってあんまり選べないから、やっぱりそれがずっとずっと積み重なっていくと、そういう世界観ができていくわけですよね。で最初は、その世界観の中で、まあ、世界観と世界とあんまりズレがないんですよね。だけどだんだんこのその世界観の中で、じゃあ自分はこうやっていくっていうような前提が出来上がってきて、自分は例えば自分は愛されていない、誰からも愛されないみたいな前提が出来ていくと、それがどん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 強固になっていって、です、まあまあ、この方とかすごい大スターになっていく中で、世界の側がどん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 変化していくわけですよね。で、まあ、元々本当に振動というか、あの耳がいいで、もう聞いたらピアノで完コピできるみたいな方で、まあ、すごい強みですよね。だからその強みを生かしていって成功を手に入れていくんだけれども、それによって出来上がった世界を良しとしてしまう、まあ、もちろん周りがそうであってくれみたいなところがあるから、それを良しとしてしまうと、だんだんこう内側とのズレができていってしまうっていうのがね、あって、世界はどんどん更新されていくんだけど、自分のこう本当にやりたかったこととか、まあ元々すごくシャイな少年だったのが、あの映像を見てるとものすごいこうサービス精神旺盛にいろんなパフォーマンスされてたりとかして、まあ、それもね、あの彼の、まあ、本来のというか、まあ、どれも本来なんでしょうけど、一部なんだろうけれども、そっちばかりがこう注目されていて、過剰にやらなければならないっていうふうになっていったのかなみたいな感じをね、思いましたね。だから世界ってどんどん更新されていくから、その中でどんな前提を持っていくのか、まあ、どう自分があるのかっていうのがね、見えていくなみたいな感じに思いました。まあ、見てみたいなっていう方はぜひご覧ください。エルトン・ジョンファンの方もね、見てもらったらいいんじゃないかなと思います。特にね、最初の曲が生まれるところとかね、結構感動的でしたね。ずっとこう パートナーというか作詞をしている、途中でこう軋轢があって離れたりしたけれども、今も50年間ずっとその作詞、エルトン・ジョンさんは詞は書けないということで、まあ、曲を作るのとピアノ弾いて歌うっていうそっちの方なんですけど、曲を作っている人がいて、ちょっと名前忘れましたけど、まあ、その方の、まあ、歌詞を見て
その方の歌詞で最初に曲を作るところがあるんですけど、もうそのね、こう本当にこう自然にメロディーが生まれてくるみたいなね、そこはね結構感動的でしたね。はい、なんか竹内さん、なんかいろいろたくさん貼ってくださってありがとうございます。なんだろうこれは、何かな、今ちょっと貼ってもらってるやつ見ようかな。その前回見た、前回っていうか去年見たそのフレディ・マーキュリーのやつも、あんまりそんなクイーンもねよく知らなくて、ただやっぱりクイーンの方がまだ知ってるかな、ロッキューとか、映画の中でね使われてたのがあって、そのボヘミアン・ラブソディじゃなくてロックユーっていう映画があったんですよ。若くして亡くなった方が、主演やってたんですけど、ちょっと名前ど忘れしてしまいましたが、あれすごいかっこよくて、中世ぐらいが舞台になるんですけど、中世の騎士のねなんかこう戦いみたいなやつなんだけど、ロックユーをね使うんですよ。それすごいかっこよかったんですよね。私何を調べようとしてたんだろう。ちょっと待ってください。そう、竹内さんが今貼ってくれたリンクを見ようとしております。どこかな。なんだろう。トランプ大統領ロケットマン CD を金委員に手渡す用意を確認。何ですかこれ。そうなんですね、名曲ぞろい。あ、ここにベスト20があるんですね。エルトン・ジョン名曲ランキングベスト20、はい、そうなんですか、キム委員長にトランプ大統領渡すんですか CD を。面白いな、トランプさん面白いですよね。ダンスウィズミーはねまだ見てません。これから行こうと思ってますけど、はい、そう今日見たそのねロケットマンはなんか最初の始まり方とか、なんかこれフラッシュモブみたいな感じですよ。だからね、なんて言ったらいいのかな、時々映像として非常にこうフラッシュモブ的なものとか、あとプロモーションビデオ MPB みたいな、そうプロモーションビデオ的になんか画像っていうか絵とかが面白いところとかあって、この監督は本当はそっちがやりたかった、よくわかんない、よくわかんない、もうそれだけでもよかったのかな、どうなんだろう、わかんないですね。ドラマ、まあファンタジーです、電気とかそういうんじゃなくてファンタジーですね。はい、ダンスウィズミーはね見ますよ、またそのうち。はい、いやそうトランプ大統領ね、なんかいろいろ関税の、今日は G7 でフランスでありました、 G7 で日本がトウモロコシ買うみたいなことになったりいろいろしてますが、なんかあれでまたなんかいろいろ湧いてますけど、もうちょっと、ね、引いてみないといけないですよ。引いて、まあ、こんなの押し付けられてんじゃないかわーみたいに言ってる人とかいるけど、そうじゃなくって引いてみて、全体の今の流れがこういうふうに来ている中でどういうふうにこうやり取りをしているのかっていうところを見ないといけないと思います。そういう意味では、いい感じで落としどころつけながら言ってるんじゃないかなって、私はいやトランプさんじゃなくてね安倍さんの方が思いますけどね。まだ本当に予断を許しません、今年いっぱい。あ、竹内さんもうご覧になったんですね。またじゃあまた別のところで話しましょう。はい、ということで、今日はロケットマンを見てきましたというお話でした。ではまた。